イトさん、かわいい、ありがとう、おはよう。 TKC さん、100回目の方もありがとう、これからは見に来てください、おはよう。ぽよよ星人さん、コンベットありがとう、おはよう。今日はね、うるう年ですかね。うるう日？ん？ちょっとわかんないんですけど、29日らしいですね。はいよ。ちょっと髪の毛やばいよね。普通に。西さん、コンペットありがとう。S さん、100回目のおもありがとう。これから見に来てください。うるう日。ちゃんとさん、コンペットありがとう。今日のむさみさん、怪しいタンコンペットありがとう。ソウル東京のむさみさん、コンペットありがとう。西の人の教育委員会さん、コンペットありがとう。おはようございます。あのさ、おとといぐらいに持久走したって言ったじゃないですか。そっからの筋肉痛がマジで治んなくてさ、マジで体バキバキ、本当に痛い。どうしようかな。ヤジタンサクさん、コンペットありがとう。リナちゃん、コンペットありがとう。はよー。ちょっと髪の毛やばいよね、普通に。テテテテ。今日は結ぼうと思います。レッスンさんがあるので。おはよう。寒い。街並みてた。そうあろう。高尾さん、ランプありがとう。今日はね、レッスンさん。サルさん、マフラーありがとう。キャシャンさん、ハンターありがとう。ポンちゃん、200回目のほうもありがとう。そうやって行ってきます。いってらっしゃい。M さん、ケイト、ありがとう。やばいよね、髪の毛ちょっと爆発してる。寒い。マジで筋肉痛、痛い。どうしよう。テラップはね、これはあのロボットのやつです。寒すぎて凍るって感じで、ちょっとロボットです。なにこれ、どこの髪の毛。おはよう。私を見つけたこと。ダメダメダメだ。後悔させない。うわ。おはよう。ひさまるさん、100回目のもありがとう。これから見に来てください。ナラクロさん、コンペットありがとう。そう、今さっき起きましたね。やばいよね、普通に。今さっき起きた感じ。7時ぐらいに起きた。なんかね、文字がね、たまに欲しいなるんですよね。そういう時は2回送ってくれたら嬉しいです。クリミーハート、ありがとう。ね、遅いよね、普通に。なんでって感じ。でも、まあ、今日は今日はまあしゃーないよね、普通に。ありがとう、クリミーハート、ありがとう。ありがとう。あよ、今日も元気で、はい、頑張ります。ユニアン、ハートありがとう。ユニアン飛行機ありがとう。皆さん、ハートありがとう。テトリスファイブさん、かわいい、ありがとう。
カニャハタありがとう。トクトクの時どうした。タコタンさん200回目のもありがとう。これからも見に来てください。それテトリスウェブさん聞いてありがとう。昨日は計画通り進んだの。え、進んでない、進んでない。あとから毎回いい感じじゃない、いい感じじゃないでしょ。結構ボサボサ系って感じでやらせてもらってる。浮いてる、ちょっと。ナラクラさんハートありがとう。おはよう。寒い。今おはよう、おはよう。なんか最近友達にね、なんかミエポンって言われるんですよ。ミエポン来てみたいな。え、やめてやめてみたいな。じゃ普通にミユちゃん、いつも友達からはミユちゃんって呼ばれてるんですよ。ミユかミユちゃんなんだけど、だから普通にミユって呼んでよ。ずっとね、みえぽんなわけですよ。なんか担任の先生に友達がみえぽんがみたいな言ったんですよ。えみたいな、やめて。写真も書いてありがとう。のぶさんあったありがとう。たよさんあったありがとう。ね、すぐにね、え、そのミエポンって言われる。さすがにちょっとね、学校ではね、ミエポンはちょっとやばいじゃん。やばくはないけど嫌じゃん。ちょっとせめてね、ちょっとちゃんがいいかなって。ミエポンはね、ね、学校でミエポンはよくない。友達からもミエポンって呼ばれるんだよ。え？って思ってびっくりした。びっくりしたよって感じ。ミータンは、え、ミータンは、うん、うがないからやだ。え、そう、やばいよね。ミーポンって言われますね。ミーポンちゃんはまた別です。呼び捨ては、え、なんか人によるんだよ。でもなんか人口的には人口的にはみゆちゃんの方が多いけど、なんか、うん、でも呼び捨ての方が嬉しいよね。なんかなんかいい感があるけど、なんかやっぱ友達からはみゆちゃんが多いですかね。はいよ。ちゃんかな。ポンはちょっとなんか最近ミーポンって言われるから、そう、ちょっとやめ、ちょっと、え、え？って思っちゃう。びっくりしちゃった。え、移動教室の時とかにミーポン行くよみたいに言われるの、え、やめてって思って。びっくりするよね、ちょっと急に言われたらね。みゆちゃんで慣れてるから、うん、おはよう。今日髪の毛結ばないといけないのにさ、普通に時間あるかな。待ってよ、じゃあ今からあのプラン教えるね。まず配信が15分経つとして、15分計画が出たら一回終了して配信を。そしたら、むず。50分には家を出ないと遅刻だから、どうしようかな。35分、40分には髪の毛を結び始めないといけないからって感じですね。はい、しやったら直球で制服着替えて髪の毛をダッシュで結ぶして
て終了、うんうん、ちょっとねアイロンしないとちょっと髪の毛やばいから花火貼ってありがとう。今日なんか2時間ぐらいかいいなー。え、なんかね金曜日はねなんかあれって言われた気がする。え、なんだっけ忘れちゃった。花火貼ってありがとう。みゆじゃないよ、みゆ、みゆの名前みゆだよ、うだよ。今日マスカラありがとうございます。こちらこそマスカラ見に来てくれてありがとう。おはよう。こちらおはよう。アニハスよ。ゆびはありがとう。さあくれるね1分1秒の差でね間に合うか間に合わないか変わるからね。おはよう。おはようございますかと。え、やばいやばい、どうしよう、つかみなきゃどうしたみたいな。どうしようか。ダメさん、ハートありがとう。あ、やめてよ。朝からスリリング。そう、朝がね、いつもズタバタだから。本当に。え、さ、13分から始めたらさ、7時13分から配信始めて、何分経ったらあれですか。さあ15分かな。今日はねそう練習さん帰るから帰ってきたら 20時過ぎちゃうからちょっと夜配信できないので朝してます。タメさんありがとう。マユニさん100人もありがとう。マピハタありがとう。ありがとう。はちゃむちょっとこのなんか気持ち悪い髪の毛をまっすぐにして全部髪の毛きれいにしないといけないからあと3分ぐらい。なるほど、ありがとう。なんかもう申し訳ない。そうでも昨日ね1時間半ぐらい配信したんですよ。そう、体バキバキ。え、マジで痛い。どうしよう。今日踊れるか。あ、痛い痛い痛い。バキバキ。聞こえるこれ。やばい。痛い。ちょっと骨を外したい。痛いから。ありがとう。ねえ、もらもくん静かに。おはよう。ねえ、もうやだこれ。やばい。ということは、配信が28に終わります。30分に髪の毛、あ、違う、30分には2分で服を着替えまして、そちらから35分にはもう洗面台に行きたいと思います。無理はせんでね。ありがとう。その人マジで痛いよ。もうほんまに動けないもん。昨日動けなかった。ずっとなんか足をこうやってこうやってやったり、もう足の全体がめちゃくちゃ痛い。わからないと思うんだけど、マジで痛い。もう痛い。もうこれこうやってやるだけでもなんか痛いし。やばい、今日起きるかも。寝癖やばいよね。寝癖もカワチーズみたいな。はしゃいでありがとう。さん、ありがとう。さん、ありがとう。皆さん X 投稿見てください。昨日はヤニオムチキンじゃなくて UFO チキン食べたんですけどめっちゃ美味しかったです。ぜひみんなやってね。アスさん、ありがとう。こちらじゃあ代表にします。13位高尾さん、12位サルさん、11位カイタさん、10位奈良倉さん、9位キャンタさん、8位サクさん、7位テトリスファブさん、6位ゆずの下の教育委員会さん、5位ポヨヨン星人さん、4位アナビ、3位スバル、2位アヤジタン、1位は東京のむさみさんでした。ありがとう、ありがとうございました。さらへよ。
食べていらっしゃい、いってきます。ありがとうございます。あ、そう、お母さんの届きました。なやきさん、はじめまして。最初ありがとう、頑張ります、ありがとう。ハッシュタグともちさん、ハートありがとう。そう、今日はね、アベマの日なので、日なのでっていうか、アベマなので、皆さん見てください。またね。ハッシュタグともちさん、チャーハン定食さん、ハートありがとう。そしたら、じゃあ配信終わりたいと思います。今日も見に来てくれてありがとうございます。また明日も配信見に来てください。明日は明日まだ分かんないんですけど、朝か夜かちょっと分かんない。また見に来てください。はい、じゃあまたねー。